エラ・バリンスカは、イギリスの女優。2019年の映画、チャーリーズ・エンジェルの主役に抜擢され知名度を上げた。バリンスカは1996年10月4日、イギリスのロンドンで生まれた。父親は、ポーランド人の起業家、カッツ・バリンスキ・ジョンジル。母親は、カリビアンのモデル兼シェフ。 ロレイン・パスカルだが、バリンスカ幼少の2002年に離婚している。学生時代は、ネットボールでは、地方大会レベル、陸上競技では、全国レベルの選手として活躍し、やり投げで、ロンドン代表チームに加わった。2015年に、ロンドンのジェームズ・アレン・ガールズ・スクールを卒業後は、ギルフォード演劇学校に進み2018年、卒業した。2017年、バリンスカは、 テレビのドラマシリーズザーテナで主演のニエラ・マリク役を獲得した。2018年7月ソニーピクチャーズエンタテインメントはクリステン・スチュワート、ナオミ・スコットとバリンスカが2019年公開の映画チャーリーズ・エンジェルで3人のエンジェル役に選ばれたことを発表した。同作で共演も果たした監督のエリザベス・バンクスは直接面談することなく ビデオオーディションのみでバリンスカの採用を決めた。2021年3月、バリンスカはアクションロールプレイングゲームの新作、ファースポークンでボイスアクター及びモーションアクターとして、主人公のフレイ・ホランドを演じることを明かした。女優業の傍ら、モデルとしても活躍し、カルティエやカーアート・ジェイガーのキャンペーンに登場したり、2020年にはアレキサンダー・マック・イーンの衣装で、 ネット柄デビューも果たした。ありがとうございます。